ます。ちょうど今これ新駅日比谷線で行きまして、今桜田通りの下にあります。はいはい、で両側に森ビルが、まあ、土地を持っているので、はいはい、やはりこうなかなか地下鉄に東京メトロって駅を降りたら、なんかいろんなこう建物の地下にそのまま入っていってしまって、なかなか次のデスティネーションが見れないじゃないですか。うんうん、ここはちゃんと広間を公開して、そこから会員性を高めようと。今から新虎通りの軸線をそのままこう伸ばしてきて、こういうことなんですよね。あの新虎通りってまあ一応その環状2号線といって、まあ、あの環状線をあの車がこう上ってくるのはやっぱりゲートウェイな立場もでもあるし、ここがまあシャンゼリゼになるって言ってますけど、まあ、福井が広いんで結構まあこれからカフェとかがどんどんできると。そしたらその軸線が今虎ノ門ヒルズの上 の、はい、あのガーデンで終わってるんですけど、はい、その軸線をさらに伸ばして、はい、でその軸線が建物のど真ん中を通って裏側まで行って虎ノ門病院まで2階でゼッキでつながって、さらにあのこう麻布台まで抜けるっていう、はいはいはい、そのウォーカビリティって、その徒歩での会員性を高めようということと、まあもちろん六本木ヒルズとかだとやっぱりどうしてもこう下に低層部のでかいこう要塞みたいな低層部を作ってその上にタワー建てるんですけど、ここはもう少しこう外区にちゃんとこう超高層が収まって、やはりこう東京の魅力であるこう小さいものと大きいものが共存するような関係性をもっと作って、建物同士がこういうブリッジでつながっているっていうのもっとこう進化系だと僕は思っていて、やっぱり今までのそのミックスユーズだとどうしても大きな土地の中にボン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 、これもう少し広がっていく感じ、既存の土地、既存の外区っていうか町とこう、はい、ちゃんとこうあの、つながってるというか、その中に収まってる感じ。つまり今までは新しい町を作ってたのが、今回は今ある町とのつながりを作ってる。そうですね。ああ、分かった。すごい分かりやすい。あとはやっぱりこう軸線ってなかなか東京の、これもちろんマッカーサー通りとかって言われてますけど、軸線ってなかなか今までなかった都市の形態、東京ではまあ3号ぐらいしかない、なのでその軸線をこう上に伸ばして3次元的に表現しようっていうのがこのプロジェクトなんですね。なので後で行きますけど、この中心部にまあ、この建物って、ショップ、ホテル、オフィスで一番上に美術館があるんですけど、各機能のスペシャルなものがこの中央部に集まってるんですよ。例えばアトリウムだったりロビーだったりラウンジだったり、あとオフィスだと上下をつなぐあの二層吹き抜けの階段とかがあって、まあ、なのでその軸線が伸びてきてさらに上に行って、で向こう側に行ってっていう、こうそのなかなか東京にない軸線っていうのを表現しよう、3次元的にね。なのでこうやって普通だったらこう、まあ、建物超高層ってどうしても独立しがちなんですけど、こうやってつなげることに特化したあの超高層を作ろう。これちょっと見づらいですけど、ここをこうの抜けていったら赤坂、麻布台、そしてあの愛宕って、まあ、森ビルさんのありますけど、だいたい歩いて30分ぐらいなんですね。でそういうこう今までは森ビルさんって一つ一つの世界観を持ったタワーあるいは開発をやってたんだけども、そろそろ開発同士の関係性というものをちゃんとこう表現するようなタワーができてもいいんじゃないですかってことで、これ国際コンペだったんですけど、その時に言ってあったんです。その場合ではビルとビルとの間の移動ってのは どこがストリートレベル、地下と実際のストリートと2階とあるじゃないですか、全部。まあそれは僕は3次元的にこう回遊できるっていうのは東京の人結構身体的に慣れてると思っていて、それはいいことかどうかは別として、その駅とかでやっぱり地下からあの地上あるいは2階の、まあ、渋谷とかまさにそれですけど、その3次元的に回遊できるって東京の人慣れてるんですよ。なのでここが虎ノ門ヒルズ、今我々がいるのもこの辺りです、この真下で、今からこっちから T あのグラスロックっていうところで2階に上がって、さらに2階に行きますが、そこからまた降りてきて地下に戻ってきますので、なのでまあ、あのどこがそのメインのデータ向かっていうのをあえてわからないようにして、なんかそれぐらいこうやっぱり地下鉄で来る人もいるし、タクシーで来る人もいるし、他の計画から歩いてくる人もいるし、やっぱりこう多様なマルティモーダルっていうんですか、マルティモーダルなこう感じにしないと
はした方がいいと思ってます。あとはやっぱりこう非常に公共性の高い足元で公共性の高いトップを作ることによって、まあ、デパートみたいなプランニングですけど、それでこうタワー自体をこう活性化してオーラをつけようって。なるほど。じゃあちょっとこっち側に行ってみましょう。はい、まだね、できてないんですけど、駅の、こちらもここに、まあ、あのスタイルさん的なものが入って、すごいこう、場所がある。両側の、虎ノ門ヒルズ方面、あるいは新橋方面に来た人はこちらから出て、赤坂方面、大倉方面に行きたい人はあっちから、麻布台ヒルズ方面につながるのは、麻布台ヒルズ方面はあっちからで、まあ、神谷町まで歩いて10分ぐらいですね。なるほど。だから麻布台、桜田通り、麻布台ヒルズとは違うんですね、これは。そうです、うん、全然分かってない。でこれはサビン・マルセレスってオランダ人 の、 あのアーティストと、エスカレーターの色は全部グラデーションになってるんですけど、コラボレーションして、やっぱり色ってすごいこう日本人って使いたがらないですよ、うん、リスクじゃないですか、一つに決めちゃったら。グラデーションまで今からちょっと見ていただくと、いろんなのがグラデーションになってるので、結構こう一つの色に決まってるっていうのはすごい。何が、例えばあれもこうちょっとミラーがかかって、ね、緑が映ったこう、なんですか、こういろんな複雑な色を、あれは映ってる色、あれは映ってるんですよ。でもこれはローズゴールドっていうちょっと淡い、あのローズが入ってるね、まあ、ゴールド色が、だからまあいろいろちょっと淡い色とかグラデーションを使うことによってちょっとこう複雑な色感を、今の重松さんが言ったその、これを作った人はアーティストなんですか、建築家なんですか。いや、サビマルセレスってデザイナー、デザイナー、そう、一緒にでもレクサスデザインアワードが一緒ですね。あ、そうです、ね、そうなのか。でもオランダなんで、まあ一応僕もよく知ってる。そうですよね、オランダにいらっしゃったもんね。で、あと女性なんですよね、やっぱりこう女性的な感覚って必要で、やっぱこうちょっとマッチョな感じにどうしてもこういう大開発になってしまう、はい、どうしてもこう感覚的にもちょっと女性っぽさとか柔らかさっていうのは意識しました。素晴らしい。でもノビありがとう、本当にこんなチャンスを与えてくれて。これはちょっと後で見ますけど、こう折り紙状になってるんですね。これはネイパートナーズで、これはルクセンブルグの構造事務所、まあ、我々と一緒にデザインして折り紙状の構造体になっていて、それを、まあ、綺麗なので、それが先ほど後でいきますけど、その天井として中にも続いていて。なるほど、折り紙のあれだったんですね。あの横浜の、船のでっかいターミナルがありますけど、あれと似たような。なるほど。それは何、重松さんはこれ全体をそのコンペで撮ったんですか。そうです。それで自分たちがお前 あそこ、このあれはここに任す、これはここに任すっていうような、そのいわゆる指揮者的なことをやったんですよ。森部さんが我々と相談しながら決めたんですけど、はいはい、各店舗の、はい、例えば地下2階片山さんがやってる、そこはシナトさんってとこがやってるんですけど、はい、そういうのは僕はあのコンペは、はい、審査員にはなりましたけど、はい、決める立場ではない。なるほど。あっち側の建物のなんか1階のこういうあれとかも、だからか折り紙をなんか何個か分かんないけど、そういうのの角度なんですか、やっぱり。あのビルがこっち側に斜めに切れてるじゃないですか。あれもでも折り紙モチーフな感じなんですね。ちょっと我々こういうこうちょっとなんですかね、こうカクカクっとしたデザインが好きなんで、それは別に折り紙ってわけじゃないですか。それは。これがそのシンコラ通りの特性。ちょうどここの新橋。新橋。そうなんですよ。でそれをもう一気につなげてしまおう。でつなげてこうブリッジを通して、うん、さらにあのそのまま。そのままだと建物ってどうしても真ん中にでっかいエレベーターコアがあるんです。うんうんうん、なるほど。それがその、まあ、コアっていうぐらいだから建物の核なんです、うん、それをスカイロビーからサイドコアにこう割ってるんですよ。なので今から行きますけど、ど真ん中を突っ切っていけるんです。なるほど。なので僕としてはまあ軸線を表現してるってリップサービスで言えるけど、うんうんうん、ど真ん中を通らずに横を通ったら全然インパクト薄いだろうということで、コアをスプリットしてその真ん中を通っていける。ってことはこのビルは
動線上にエレベーターが2本縦に通ってるんですか？いや、2本立ってるんですけど、低層部だけなんですよ。このスカイロビーから、スカイロビーまでは中央コア、で、スカイロビーから横にこう2つ分けてるんですよ。すごいこう、まあ、構造上難しいんですよ。というのはやっぱり、エレベーター2本入っちゃうと、動線が2つに分かれちゃうじゃないですか。そうですね。それ僕すごく商業上難しいと思うんですよね。そうなんですよ。商業上難しいんですけど、一応あの今から言いますけど、こう白いボリュームがあってこうつながってるんで、メインのエレベーターは片側だけそうです、ね、あとまあ商業用のアトリウムもあるんで、そかそか真ん中にあって、だから商業用はそっちを使うようにしてるんです。そうなんです、うん、なので実はあの虎ノ門ヒルズ、旧虎ノ門ヒルズと新虎通りのこう軸線をあの緑地でこう、はい、ここまで上げて、あそこで広場で終わってたのを、我々がこうじゃあつなげて、広場をつなげて、はい、つなげるだけじゃなくてど真ん中を通っていきましょう。なるほど。ビジネスタワーもこの直線上。いや、ビジネスタワーは横か。そうそうそう。向きが分からなかった。そうかそうか。あ、そうか。向こうのちょ、そうか。ビジネスタワーと森タワーと三連こうなっていて、軸線上にあるのは森タワーだから。なるほど。なのであの軸線。なるほど。なるほど。なるほど。ああ、なるほど。この橋が虎ノ門ヒルズで書いてるところですね。そうですね。そうです。さっきの折り紙状の構造とかがいい。これは折り紙状に表示してるのは強度ですね。強度も。うん、折り曲げる、うん、こう、うん、フラットだとこう折れちゃいますけど、うん、折り紙状にしてると構造的ですよ。うん、なるほど、なるほど。でここにこのベークインスタのフラグシップ入って、ここに食感の飲食が入ったりするんですけど、はい、まだこれが1月オープンになってちょっと遅れてるんで、なのでそこが活性化したらまたあのここも活性化すると思います。ここが今さっき言った地下広場、さっき音楽の今真上に、なるほど。あ、ここなんか柴田さんのプロジェクションスタートなんですね。これがあのレオ・ビラレアールって言ってあのアーティストがいるんですけど、こうやってLED の、はいはいはい、あのドットがあります。あれがアルゴリズムでずっと変わるあのアーティスト、これはアートワークで、これはニューヨークベースのアーティストなんですけど、アルゴリズムなんで二度と同じパターンにならないっていう。これも毎晩やってる。毎晩やってます。はい。地下2階に光を落とすトップライトになって、はい、ああ見えるんだ。後で行きます。いやこれ水引くって大変だね。このちょっとこの窓の感じがちょっとあの天神も思い出しますね。ああ、そうですね。あ、天神も茂ましたんだ。そう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 。見返すとまたこう門型になって、これがちょっと駅のテンポラリーエントランスの関係でね、来年まであそこ工事できないっていうことで、だから東京メトロとか、あれも全部あのショップになるので、へえ。あっちの建物のなんか斜めの窓も面白いですね。斜めの窓、そうなんですよ。で、ここは、はい、さっき言ったその自動庫、真ん中をちょっと真ん中を抜けて、で。レストランで、そこにレストラン見えて、はい、ここが今2階なんですね。4階も飲食、5階は全部東急のフラッグシップの、あれになります。ジムなのでウェルネスパが東急さんが入る、はい、うーん。なんでこうやってど真ん中を作っていく、でここもリテールのタオル見えてるかな。ここがリテールのエレベーター、はい、でここがリテールのエスカレーター。これちょっと今リテールが開いてないんで、はい、してませんけど、これはあの上は赤っぽくなって下は、はい、青、地下は青っぽくなるんですけど、はい、まあ、水をモチーフにして、この辺り昔そのお堀があったんですよ、江戸城の。なのでまあそれをで、まあ、水があって、でこれもサビーノ、これもちょっとグラデーションちょっと分かりづらいですけど、暗いのから明るい赤になって、確かに、
で今回僕そのインフォメーションパネルとかも全部自分が。普通ダサいじゃない。ダサい。だから裏から見てもかっこいいですね。そうなの。今日は建物に戻してます。ダサいって言っちゃいけないですけども、実用的な虎ノ門ヒルズに対してこういうものを町としてつなげる、まあラッキーだったのはやっぱボリビルもちょうどその社長が亡くなって、うん、日本さんが亡くなって辻さんになって、これ初めての国際公開です、うん、だからまあ我々もそういうところで分かっていて、やっぱりこう新しい社長、うん、新しい社長が就任した時ってやっぱ会社ってこう新しいことをしたいじゃないですか、うん、だからまあそれでちょっとこうリスクを負ってこういうちょっとある程度ボリビルさんがやりそうにないものをあえて提案したんです。なるほど。でこちらガーデンになります。ここはあのレストランのところ全部テラスになるんですけど、でここを抜けていくと今虎ノ門病院も今新しいのを計画してるんですけど、全部2階のデッキでつながる。へー。なので、まあ、それも分かっていて、ボリビルさんだけじゃなくて虎ノ門病院までつながって、さらにアメリカ大使館まですぐに行けるような距離、そしたらもう赤坂、すぐ赤坂、はい、確かに。へー。だからやっぱメンタルマップって東京ってどうしても地下鉄に皆さん乗るんで点と点になりがちですけど、うん、こうやって歩いて多分新虎通り新橋から来ると、うん、多分新橋から赤坂は多分20分ぐらいで歩いて着くと思うんですけど、うんうん、でここが大倉です。大倉、大倉、へー、本当だ。もう大倉はすぐそうですね。へえ。そっか、江戸見坂テラス。これは地権者さんのオフィスと住宅になってます。うんうん、一応これも本部が入れました。おお。そこもアメリカ大使館でインターシティってまた商業施設が、うんうん、ありますね。で今そこ突き当たり止まってますけど、あれテンポラリーで、そこからブリッジで虎ノ門病院の2基に繋がっていて、でここは今都が指定している緑道になるインターシティの、すごい素敵なので今向こう側工事始まりそうになってますけど、大きな木が両側に出てきます。なるほど。なのでまあすごい都市的な建物ですね、都市的な、うん、でそこが今からここに虎ノ門ヒルズに来るって言ったら皆さん止められる車、駐車場、あ、車ですね、と駐車場への入り口、うん、なるほど。いや、江戸見坂テラスもいっぱい標識出てるけどね、何なんだろうと思ってたけど、あ、そことこれそうですね、あの地下のから来るとね、植栽がこう伸びてきますね。そうですね。でこれはこちら側に張り出し、あちら側に張り出しているのはその東京農道の関係のプログラム。これ全部機械室なんですよ。上に張り出す。機械室ってどうしてもね、タワーの中に収めると低層部とかに入ってきて、なので低層部がでかくなっちゃうんですよ。なのでそれを逆に上げて、でその下をこの地上のエリアをなるべく人間に開放するっていうのが、なるほど。もちろんすごい機械って重いし、はいはい、メンテナンスとかもあるので、これ上げるのすごい難しいんですけど、なので結構低層がウルトラシーが結構多くて、それだけやっぱ公共性のところが基本的には最終的には建物のオーラにつながると思ってます。なるほど。そういや、そうですよね。だって一番接する、ね、一番下が一番、うん、そうなんです。下と一番上だよね。今これタワーがここまで降りてきているようなイメージで、こう低層部みたいなのもないじゃないですか。外部にこうちゃんと収まってるということと、そういうブリッジとかこういうものが上に上がってるんで、うん、こう見える。でこれ今から地下、今我々2階にいたんですが、今ここからここに行ったんで、こうやってまた地下2階に降りていく、うんうんうん、ここから今駅がもう見えてるんですけど、でここにもショップ、
でここは今1階ですね、今到達、うん、ストリートレベル、はい、でそれがホテルのエントランス、これまだ開いてないですけど、ここはスペースコーベン、アマンが入って、いや、それはね、それはアザブダイ、アザブダイ、こっちはトラノモンヒルズホテルって、あのこれはハイアットのアンバウンド、ここが車寄せ降りたら、まあ向こう側からも来れるんですけど、そこがホテル、これがその折り紙状の、なるほど、なるほど、中から外に、なるほど、いや、なんか改札出てすぐこれが折り紙が入るとすごいインパクトがね、そうですね、でこれは東京メトロさんと協議して駅のプラットフォームをガラスにして、うん、外から見えるような、いや、そうそうそうなんですよ、だから今ほら電車動いてるのに、そう、川辺さん来たのは反対からだけど、うんうん、あの中目から来るとここが見えるんですよ、そうなんだ、ホームから、そうですね、なのでここは車の動き、あれが地上、車、人、電車、ああ全部こう人が動きが、あのその動きが見えるっていう3次元的にね、僕はそれはすごい東京の、まあ、近未来的な、近未来的って言うと変、今ちょっとダサいですけど、そういう特性だと思うんですよ、そういうのがこう、そういうのってやっぱり日本人ってもう少しこう、これが日本人がこうちゃんとね、こうゾーリングできて、人ってこう外国みたいにこうわちゃわちゃみんな礼儀正しいからちゃんと動けるじゃない、回遊できる、だからそれは日本人のその作る側もユーザー側も実は特性だと思って、あんまりこういうのやっても多分外国が成立しないし、いや、あの日本すごい垂直構造なんですよね、そうですね、だからこう多目的に、ね、あこう多層にしていくのってやっぱり日本はすごい合ってると思う、これは近く中国ここの人はレベルじゃないですか、なのにその下があるっていうことは僕よくわかんないんですけど、地下鉄よりもさらに下に街を作るって簡単にできることなんですか、今の地下鉄って結構そのプラットフォームと線路があって、うん、両側からこう簡単にアプローチ、どっち側にもアプローチしたいから下にああやって改札を作るんです、うん、あのプラットフォームと同じレベルに改札作っちゃうと向こう側に行く時に降りなきゃ、あるいは上に行かなきゃいけない、だからじゃあ地下鉄自体がもう電車の走るレベルと人の出入りするレベルが上限になってるんです、違う、そうです、そうなるともうあそこは向こう側にも行きやすいし、はいはい、昔の東京駅みたいに反対側八重洲口に出れないみたいな、そうですね、そうなっちゃう、なるほど、でここもまあカフェが出てきてにじみ出しがあります、はい、で今から地下に行く、やっぱりこうやって地下鉄が見えると、さらに地下鉄からも見える、確かにもう人見えてます、うん、これはいいね、すごく、であれは一番上はオフィスのロビーになるんで、オフィスのロビーからも見える、ああすごい、あすごいね、ここがちょうど、まあ、その中心になっているんですね、いろんなエレベーターの動きも見えたり、すごい、ちなみにあのインフォメーションブースも茂松さんですか、あそうなんですすごいですね、あれ。でもね、全部デザインさせてもらったんですよ。いや、いい、なかなかいいですね。すごいね、すごい。で、ここは、フィールマーケットって言って、あの地下2階の、まあ、横丁みたいなんですけど、もうちょっとハイエンドなんか。そうですね。これは片山さんが、あ、うん、中村くんがワンダー、ワンダーウォール。うん、片山さんと、中村君のとこですよね、あのなんだっけ、トランジット、結構視点がないお店ばっかりピックアップしてる、結構面白いですよね、そうなのお店が、そういうことか、あっち側のスペースに結構面白いお店がね、いっぱい、そうなんだ、まだ11月オープンの、プレスナイランで結構試食したけど面白かったです、あ、そうなの、ここがその片山さん、片山さん、あ、かっこいいのがこうやってちょっと
なるほど。そうですね。ちょっとカチッとカチッと。例えばエレベーターの車寄せなんですけど、これで隠れ家的に本当はここエレベーターの搬入口なんですけど、車の。でもなかなか車の搬入って1年に2、3回しかないので、こうやって個室にしたり、なるほど、そういう工夫でした。プレスのアレアンでここでだからなんか誰か展示してました、ね、ああそうです、面白い、面白い、片山さんっぽいわ。車の搬入口をちゃんと作ってあるっていうのこれもいますね。横丁って全部同じに見えますけど、ここはやっぱり各店舗の個性しっかりしていて、あとあそこちょっと和系とかアジアンが多い、ここはちょっと洋風、なんかでも全部上でこれ繋がってる感じですから、そうなの、こうしてあーこれ ね、うん、写真見たな、誰かが撮ってたな。照明じゃなくてなんかこれがねゲートっぽくていいですね。ね、本当なんかワープしてくるみたいな。なんかこう、いや僕もそれは感じました。一番入り口から撮るとこう異次元入ってくる。これは赤から透明のグラデーションがこのガラスにかかっているんですね。なるほど、これ光じゃなくて着色なんですね。着色です。あ、着色なんですね、はい、これ全部同じ色なんですか、このエレベーターも。これは全部同じ色ですけど、例えばあのこ下から上に行くやつとか斜めにかかっているやつもちょっと変わってます、色はあるんだけど、どうやって色がついてるかわからないような感じにしてる。うん、いや、ほんとほんと変に意味を持たせてないってこと。そうですね。あと、まあこういうイベントしてるって、例えば今度ティファニーのイベントあるんですけど、それ、すいません、ありがとうございます。すいません、やっぱりジャックするとき調色、色を変えたりしたいので、うん、あんまり強い個性を持たせるとダメだけども、うん、あんまりこうキャラクターがないのも嫌なので、うん、ブランドも、うん、なるほど、なるほど、ここからまた使うのが嫌だと思う。ギャラリーへギャラリーへギャラリーへ、これはアートの展覧会もできるし、うん、はい、今はライゾマさんのそのパフォーマンスアートになってます、はいはい、なのでいろんなコーポレートイベントも可能だし、はい、ABC を別の展覧会にすることも可能ですし、うん、ABC を今回は全部使って、今全部使ってすごいですね。でここに、はい、あのまあ大人気で、それはプランドゥーシーさんがあって、さらに今から行きますけど、その上にこの東京を見渡す坑道っていうんですか、オーディトリアムがあって、この断層がここにこう表現で、あとで行ったら、でここから一番上のケイさんって、あのケイ小林さんって、そのケイ小林ね、はいはい、例のあのパリのの、はいはい、あのケイコレクションっていうレストランに上がれるし、あちら側は北村シェフというその方もパリの一つ星を閉じられてここに移ってきたシェフのレストランに、その間にプールがあるんです。じゃこれレストランごとに分かれてるんですね。そうです。なるほど、そっか。でもすごいね、稽古林はだからじゃあ、あの御殿場のところ、2点目って言うんですか。あ、そうです。うん、御殿場のやつはこれやっぱり。が、このまま、そうです。新しいです。そうなんですね。上ですね。そっか。じゃあそこが第一棟ですね、でも。ん、あの、上のホールの。そうなんです。上のホールがこうなってるんです。断層が、そうなんですか。その裏側が見える。それをそのまま生かしてるんだ。はいはい、まあでも、天井高くて。すごい。外が取れたね。でこちら側もやはりこう中心にこうビューを持ってて、うん、もちろん高くが見えるっていうのもあるんですけど。うん、
ちょうど観光庁とのエッジにあるサファリの、うん、これから衝動的な高速力が立たないんですよ。うんうんうん、なのでこのビューっていうのはずっとそのこれ以上高いものが立ちながらね、もっとどんどん立つんですよ。なるほど。なのでちょうどトラルモンのところってその商業エリアと観光庁エリアのエッジなんですよ。なるほど。だからもう国会議事堂も見える。国会議事堂ってあんな小さかったんだ。ショック。で日比谷公園で皇居のこれが桜田通り、はい、国道1号線です、はいはいはい、で桜がモブ、本当だ。なんかそう僕的にはこう富士山とか夕日側のビューが好きなんで、屋上行ってもなんかそっち側がちょっと左からなんでなんじゃないかなと思うけど、そういう、あ、まあ一応そうです。なるほど、そうかそうか。いやでも持ってくるやつはここがまああの基準階段として45、下から上に来るやつはこう上から下で、ここから上は下から上、まあ45階が基準階段ですね。説明しないとどれもいいよね。ここはすごいですよね、この眺めは。あ、入っていただいて、すみません。すみません。すごい。最初に簡単に説明しますと、これ全部椅子取れるんです。ナレーションが変えられるんで、これ2倍の幅にできるんですよ。ほうほう、大きなステップ、今こう各ステップになってますけど、はいはい、そうするとテーブルとか置けてそこで柄とかできる。なるほど。そうか、ここで柄ができるのか。今あそこにボーダー見えてますけど、あのステージも上がったり下がったりするんで、今下がってるんですね。今下がってます。なのであそこでパフォーマンスもできるし、はいはいはい、ステージも上げられるし、一応多目的に使われる。で、あと車のカーエレベーターともつながってるんで、ここでその、ここまで持ってこれるの、はい、プロダクトラウンジとか、ここへこう。もともとあれ全部こう閉まるんですけど、それがバーって回転式典の時は開いて、すごいドラマチックに夜景とかが見える。た僕こ、3回目ここだけど、ここの今驚いたのは、音がすごいですね、このボーン。一切音の吸音がすごいですね。そういうことか。え、もうノブ3回も来たの。これ全部あのマイクロ、あのこういうあの穴が開いて、これが吸音になって。へえ。あとこの幕、あの幕光窓もあれ一応吸音効果。なるほど。でもこれ木にしたかったですけど、木はやっぱりね、あのヒール履いてる人とかの音が聞こえちゃうんで、ちょっと森ビルさんの人は階段の部分でも直した方がいいじゃないかとおっしゃって。でこの椅子もあのリアのデザイナーってずっと1年ぐらいもうあれもないこれもない、ちょっと高級感になる。ちょっと座ってもらおう。これチカチカはできないですか。あ、そうですね。ちょっと上上がらないと。これあのプログラミングでこうパネルをこうわーって光で操作できる。そうなんだ。一枚単位でできるってことなんですか。はいはい、すごい。いやーすごいね。これ下がってる状態初めて見たけど。結構いいですよね。下がいいですね。っ上がっこれが上がるんですよ。あの階段の高さが。そうですね、ステージ。なるほど、なるほど。あの正面の山は何なんですかね。あれ何でしたっけ。これ僕も聞いて。筑波山。違う。あ、筑波山なんだ。あ、なるほど。すごいなぁ。これはでも、重松さん、幸せですね。いや、これが50年、100年と、どんどん町が進化するわけだし。すごいなぁ。いや、すごいですね。で、実際もう、あさってから、
最初のトークイベントとかがあって、僕も登壇するんですけど、まあ、いろんな関わられた方とかアーティストとか、いろんな人を呼んで、杉山さんが進行する。ああ、そうなんですね。10日からですか、ね、10日、10、11で、今までイベントが失敗あります。キャパ的にはこれ何人ぐらいなんですか ?338 席ですね。今こちらで見えてる。そうですよね。みんな、豆粒にならないちょうどいいサイズでね。もうなるべく入れたってことね。なるほど。そういうことか。まあそこに最後に、足してるのね。足してるの、うん。あれは車椅子用のスペースとか、ね。そうですよね。うん、よくご存知。まさかでも。ありがとうございます。この下が45階のあれだと思わなきゃいけないなと。そっかそっか。そう、これこの。取りますか、大丈夫ですか。せっかくだったら、じゃあよろしいですか。すごいなぁ。そうなんですよ、ギャラリーとイベント施設と、あ、どうも。すいません。失礼します。これレストラン。はい。で、レストランの間にプールがあるんですよ。なるほど。まあ、屋上はやはり僕その東京とかって思って屋上なるべくなかなか活用できてないなっていうのがあったので、うんうんうん、まあ、こういうところで使っていこうっていう、うん、あ、そうか、そういうことね、こう挟んでこっちから田村さんの、であっちから小林さんの、そうで、あ、あれは何なんですか、あれはね、機械室とか、あとまあ更衣室っていうのがいいです、これが作るか、はい、スペースコペンハーゲンとかをアサインしたのはこのレスモニビルさんかな、そう、いや、ここの入り口も本当すごいですよ、ね、自動だったんだ、まあ、キッチンがあって、ええ、ここが個室、あ、うん、個室プラムとはこっち、ああ、本当にキッチンなんですね。へえ。そうか、アンダースを見下ろす感じなんですね。そうなんですよ。もうこの時点では、今、東京では2番目に高いです。そうですね。へえ。アンダースより高いです。265の、ここは今何メートルですか ?260? ここは260です。なるほど。こんにちは。すみません。もうでもいいですね、うん、しかも夜はもう撮影できないね、まあ東京もあの、うん、東京ワンもワンもベイエリアも、うん、あ、本当だ、気がつかなかった、まあ東京がすごい近くに、まあ、さっきと同じ流れです、うん、ではちょっとプール行きましょう、うん、こっちから、そうか、もう完全に分けてトイレとかもこっち両方にあるんですね、そうですね、はい、そうですよね、ちょっと風がてかトイレ分けないと、まあ、そうですね、腰取れない、そうですね、腰を取る、取らないわけです、うわー、これまたすごいのね、レストランから見えちゃうから、レストランからあんまり見えないように、うん、なので、はい、あのアライバル着いた時は見えるんで、はい、でもちろんレスまだ完全にどういう人がこれを使えるかっていうのは決まってないです、はい、うんうん、あ、そうなんですか、ただイベントとかもね、の人はとかっていう、はい、これはどっかに属してるわけではないんですか、どちらかというとこの屋上スペースを貸し切って何かイベントをやっていただくときにご利用いただくようなイメージ、じゃあ、 あそこの椅子とかあれとかも、レストランとはまた別 で、はいでね、こちらは、K さんのレストランのテラス席として、あ、そうなんですね、はい、で運用を考えてます、でもそこまで来ちゃうともうこっちもあの出てきちゃいたくなると思うんです、そうですね、その辺をちょっとどうするかっていうのを、なるほど、北村さんはあのにじみ出しないんですか、そうですね、今のところ、はい、なんかそこのプロジェクターで映してたのあれはあの内覧の時だけだったんですか、でも一応映せるように両側にセットしてまして、はい、へぇ、ああいう形で流しとかもいい感じ、なるほど、ただただすごい
しか言えないけど、イベントなんかの時はあの仮設でこっち側も映して、あこっちも映せるんですね、はい、こっちもしたいですね、はい、あうん、いや調節はできないんですよ、このプロジェクターで。これ大変ね、芝芝、そうなんですよ、手入れが、はい、うん、そうですね、でもまあ、あっていうか、そのこの温暖化で植栽業者みんな泣いてるから、めちゃくちゃ泣いてる。まあ、そこの多くの方が入るスペースがね、なんとか緑を。緑とか考えて、風の力に、もう芝が変えられない。これ、ユーティリティに見えますけど、ちょっとセキュリティの手前で。そうですよね。結構しっかり目な。掘りを。そうですね。それによって地震で水がこう動いちゃう。それがこぼれたらまあ大事。そういうことですね。あとまあ人が飛び降りない、うん、ね。そうですよね。まあでもすごいな、このそういうことですか。こういうふうに屋上作ってあるのか。まあでもここのね色も変えられるし。そうなんですか。色変えるってどういう。あの 光の色変えられるんですよね。ここ入れない。そうですね。今日もちょっと入れない。あの廊下だけでも廊下のあのワインのところですか。ここね、ミカさんの。ミカちゃん。あ、こっちにもある。何が？あ、ここじゃないな。ミカさんのアートどこだ。まあ中に入んじゃった。あ、ここに入ります。あ、本当だ。気がつかなかった。ああ、ちょっと見えます、ここからだったら多分。ああ、なるほど、うん、ずっと壁の中は美香ちゃん、一番稼ぎ、稼げるエリアです。そこをあえてまあこうやって公共にこうしてもらう。でそこでまあオーラを作っていく。でもここでやっぱり新しい出会いとかコンテンツが生まれるっていうのがやっぱり建物が長く愛されるこうきっかけというか、それが大事だと思います。あとここに一番上にオフィスがあるだけの、あるいはテントハウス、住宅があるだけじゃやっぱりちょっとこう、本当に一生が変わるじゃないですか。森実さんの、ね、レジェンダリーとかヘリテージをきちんと守ってらっしゃいますよね。そうですね。やっぱり皆さんそれはすごくしっかりすごいな、受け継がれてすごいな。そうなんですよ、これだけクレイジーなことができるのが森実さんの長坂さんと仲いいです。彼はキラキラしてるから全部剥がすみたいな。あれ僕もいつもいじってな。なるほど。そんな宝様にこう対比を出す。気持ちいいな。これはこっちもいいんですけど、こう見上げたらこのねじれがこう。うん。本当綺麗だね。ホテルとかはこれどっち側なんでしたっけ。ホテルはもうあのこのすぐ上です。ああ、そうかそうか、やっぱりそうなんで5層ぐらいあります。これもう完全にほら森ワールド森ワールドですよ。でここが一番あちらに行くとちょうどあのさっき言ったシントラ通りが、はいはい、
がそのシンコラ通りなるほど、うんうん、でもうお家がその裏はパサカですであそこも仙石山が見える本当だ、うん、他のトラストの後ろにその麻布台が麻布台が本当だ一応虎ノ門って森ビルさんの創業地なんですよ、はい、ああそうなんですねそうなんです、ね、だからここもその36とか37とかこれも森ビルさんこの土地も11森ビルっていうビルがあそうなんですね再開発そうなんですね。もともと一番創業の地はどこなんですか。ちょうどこのあそこのビルの真裏ぐらいに。西ってあるんです。西新橋二森ビルっていうのが二が最初なんですよ。なるほど。実はあの一と二計画してる時に2あの実は2番目の方が少し大きいも立派なものが立つだったのでそっちに移ってつけて本当に1番目に立ったのに2森それは未だに残ってます通り沿いの小さなビルなんですよこれはいいなこの何ですかトゥイストしてるというかそうですねやっぱりあの高層ビルってどうしてもどこから見ても同じように見えてしまうので、もっと都市東京ってこう広がりが幅員がすごいあるんでいろんなとこから見えるんですけど、うん、それで見た時に見る角度によって全然印象が違うってやっぱり都市に対してそうですね変化があって面白いと、うん、もちろん全部がそうだったらちょっとうざいですけど、まあ、こういう建物もあってもいいのかちょっと方向感覚もね取り戻せるしそうですね、でこれって一応形なんですけど、はい、ちょっと分かりづらいんですけど片側はピラミッド状に上が狭くなってるんですよ、はい、北側、はいはい、でこっち側はこの地上のこの角をオープンにするためにそれを反転させて180度全く同じ形が反対になってるんですよ、はい、だからこっちは上に行くに従って大きくなってて、こっちは同じ形が反転して、はいはいはいこっちが上になってます。へえ。それがなぜいいかというと2つあって、はい、こうねじれてるこの軸線がフラットなままだと横から見えないんですよ、はい、なのでこう3次元的に真横から見た時にもこのその真ん中のアクティビティバンドとそのねじれてるとこがこうやって見える横から、うん、もう一つはオフィス事業にとってこう例えばこう全部がピラミッド状になっていると上に行くに従ってあの床が小さくなる、うん、これって片側は狭まってるけれども片側は上に反対になってるんで、うん、どこで切っても同じ面積なんですよ、ね、なるほどそうあの各階の床は、うん、それってやっぱオフィス事業部にとっては、うんねまあ、あの売りやすい、はい、そういう形はちょっと奇抜だけども一応事業性とかも考慮した一応というか、うんまあ、考慮した、うん、あの形になっている、うんなのでまあこっちから見たら皇居側から見たらさっきのこれが坑道ですけど、はいはい、これがプールのあの、うんはい、すごいスレンダーに見えるんですけど、うん、逆から見たらなんかすごいこうマッチョな感じバチ、はい、なんかこう、はい、あの三味線のバチみたいな、はいはい、こういう感じです、うん、ああ本当だ本当だあ本当だなんか全然見え方違うんですよそうなんですよ、うんね、お忙しいのにここでも天気が良ければ普段開けてるこれあの 来月からここのカフェのテラスが、はい、まだちょっと重機が間に合ってたくてそういうあれなんですね外からも見れちゃう今最初開けてたんですけどやっぱりここにみんな来ちゃいます、ね、どんどん人が出てっちゃってちょっとカフェ側も大変になってしまうとか一時的にはしまいますなるほどこのフロアが急にちょっとなんかあのファミリアなんかねあのフレンドリーというか高級感やっぱりね、ねなんかこうオフィスワーカーのためのショップがやっぱ必要な緩急、ね、他社からこうやって。あのマッサージがあったり、そうなんですね。ここだけだからちょっとなんかね、よく庶民的というか、ドクターストレッチも入ってる。なんかそこの美容室かなんかすごい凝ってね。バーバー。あ、バーバーか。まあ外人入れるとバーバー大必要だもん、ね。うん。コンビニもあって。うん。お店したかったら。
このエスカレーターすごいですね。そうなんですか。これ一応行ってみましょうか。うん、はい、でこれね、さっきちょっと登る前にお見せしたあの形があるんです。こうやってさっきのメカニカル張り出したのからそのボックスにこうつながってる部分です。こういう感じなんです。ここなんです。なのでちょっと張り出して。そういうことですね。ちょっとね、日本のエスカレーターの速度遅いんで、先に写真。はい、ちょっと遅すぎて僕にとってはなんか。ここも一応いろいろシート張りとかできるようになるほどね。車内できない色だったらいい。これ何メーターぐらいあるんですか。これは5階から、8階なんで3層分上がってる。3層分25メートルぐらい上がって、25メートルぐらい上がって、確かにゆっくりだな。日本の安全の基準で、ね、これだけゆっくりでこうね、あの幅が狭いとちょっとそうなんですよ、抜けないから。それは、うん、そうですね。でここにそのオフィスのあの、ちょっと閉まっちゃってますけど、ですよ、ホテルのロビー。なるほど。なるほど。ホテル、あれそれもホテルの関係ですよね。そうです。だから全部石とかがすごいいい感じでなんか。そうなんだ。ねえ。急に雰囲気が変わりますね、やっぱりホテルの方行くと。帰ったらデッキのレター。いやこれはアキアパールの朝はすごい。オフィスとか、なんかちょっとオフィスに行く人も街のにぎわいが見れるみたいな感じなんですかね。でさっきノードに入ったとこは地下2階のオフィスセンターです。皆さん結局このシャトルに乗って7階まで、そこにこう手出す。向こう側のスカレーター登るとビル反対側出る感じ。さっきあの一番上の地下で2階のデッキの上から降りてきたじゃないですか。あの側で左から降りてきたんです。あ、そうだそうだ、あれから、そうですよね。なるほど。なのでどのレベルもこうメインじゃないとか、いろんなレベルいろんな経験ができる。確かに面白い。確かにあらゆるフロアにあらゆる何かが埋め込まれてる感じですね。うん、やっぱこの、あのフレキシビリティばっかりをターポしようとするとキャラクターがなくなっちゃうんですよね。やっぱり空間で僕必ずまあメモラブルな空間っていうんですけど、やっぱり空間体系ってのはヨーロッパとかね、いろんなとこ行っても残ってるものってやっぱりこう空間が豊かというか特徴がある、そういうものをなるべくまあ残していかないと結局まあ全てが均質化してしまって、全てがフレキシビリティは担保されてるんだけども結局思い出に残らないっていうのがちょっと間違ってると思います。だからあのフォーラムなんかも本当に一番フレキシビリティが高いのあれはさっき写真撮ったところ
フラットにして、うんうんうん、よくあるこうシートがこう出てくるやつなんですけど、うん、それはしたくない、うん、あれにこうコミットするのがずっとあの空間のキャラクターを作っているなという立場、うん、それを理解していただいて、うん、空間って、まあ、最近テクノロジーも発達しているし使おうと思えばどこでももう使えるようになってきているんですよ、うんうんうん、なんかどこも印象に残る感じね。これがもっと賑わってくるんだろうなと思うと、ね、それだけでワクワクする。